皆さんこんにちは。いきなりこの画像から始まりましたが、私今どこを押さえているかというと側頭筋、はい、ここ噛む筋肉ですね。今日はここをより深掘りしていきます。どういう人に大切になるかというと、ミックスボイスを出したい人には絶対必須となる能力です。ここを力まず歌う能力ですね。ではまず一度デモへ、力んでいる人と力んでない人のグレンゲ冒頭原曲キー、私絶賛練習中。まず力んでいる私からどうぞ。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。はい、この顔、眉毛は寄って、頭の上は落ちてきている、ベロは引っ込んでいますね。側頭筋ガリガリです。こんな顔して歌っていることありませんか？僕は昔こういうタイプでした。力んじゃうと声出ません。無駄な力は全部抜く、ミックスボイスには必要です。じゃあ力んでない人見てみましょう。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。はい、グレンゲ最後のロングトーンはハイ B になります。男性ハイ B、 地声でロングトーン、なかなか大変なところなんですけれども、余裕を見せる表情、眉毛を上げながらカメラ目線してきました。ベロも引っ込んでいません。力んではいけないところが力んでいない、プロの方はこうして歌っています。今日はこの側頭筋の部分を深掘りしていきます。では本編どうぞ。ボイトレクエストへようこそ。本日もお越しいただきありがとうございます。 YouTuber ボイストレーナーゲンです。さあ今日もやっていきたいんですけれども、今日はですね、前回までやっていた噛む筋肉とか口を開ける筋肉のお話をしましたが、その中でもやっぱり一番大切な筋肉というところを掘り下げたいと思います。これね、めちゃくちゃ効果がある人にはとんでもない効果を発揮します。特にどういう効果か、地声と裏声の間、ミックスボイスになかなかつながらなかったっていう方、ここをつなげていくのに鍵になる筋肉といって過言ではありません。ということで側頭筋について深掘りしていきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。さあこのボイトレクエストではですね、一個一個ボイトレをお届けして、それらをクリアしていっていただけるとええ声になっていきますよというチャンネルとなっております。過去動画1から順に説明していってますので、そちらの方も合わせてご覧ください。ということで今日もやっていきましょう。いきます。さあこのね、側頭筋についてやっていきたいんですけども、まず皆さんにボイトレで筋トレをしていくとはどういうことなのかということをまずお話をしておきたいと思います。皆さんもね、ボイトレをしていくときに力を抜きなさいっていうお話はよく聞くと思うんですね。そう、力んでしまっているから力を抜かないと響かないよ、声が出ないよっていう話は聞くと思います。それをやるためには絶対に筋トレが必要だと思います。はい、で筋トレっていうのは筋肉を鍛えること、もちろんそうなんですよ。ただそれだけではありません。筋トレをするためにはまず何をしなきゃいけないのか、この手順が必要になります。さあこれね、ただ力を抜くだけではいけない理由、筋トレをしなければいけない理由、この手順を踏む理由、お話をしたいと思います。まずは何の筋肉なのかということを認識すること。はい、1、大きさ、役割ですね。これらを認識しないと力を抜くこともできないし、そもそも筋トレできないんですよ。だから筋トレのためには認識っていうのがまず必要になります。次、力んでいる感覚と抜いている感覚っていうのを覚える必要があります。はい、でこの力んでいる感覚っていうのはすごく重要なんですけれども、筋肉っていうのは縮めて力ませて使うことと伸ばす筋肉を使うことの2種類があります。だから息を吐く筋肉っていうのは腹圧を高める、ぐーっと絞っていくような感覚で縮める筋肉ですね。で息を吸う時の腹式呼吸っていうのは逆に広げる、これ広げるってことは伸ばす筋肉ですね。これだけでも筋肉の使い方って意味が違うんですよ。知っているか知っていないか、
その指導をされてるかされていないかで、使える使えない、正しく使えてるか使えてないかに差が出ます、はい、ということで縮ませて力んじゃってるのか、じゃあ緩めるっていうのは伸ばすことなのか、どっちか知らなきゃできないです、はい、なので前回言っていた口を開ける筋肉っていうのはここにありますよ。縮めることで顎の関節を前に出して口を開けるで、緩めることで締まっていくということですね。だから開けるっていう行為は力を使うことになります。じゃあ噛む方は縮めることによって噛んでいく。だから今回の側頭筋っていうのは縮めることによって下顎を動かす筋肉ですね。だから抜いとくっていうことは縮めるのをやめることですね。はい、鍛える、これどういうことか。鍛えるっていうのは今言った縮めるっていうのは皆さん力んでる状態なんだけど、無意識でやっちゃってるんですよ。絶根、ベロの時もそうでしたね。無意識で引っ込んじゃってるんですよ。じゃあ何をしなきゃいけないのか。ボイストレーニングの鍛えるっていうのは無意識で縮んじゃってるんだったら、まずは伸ばしてください。伸ばす、広げる、こっちですね。それによって皆さんが勝手に力んでいる、縮んでいる筋肉っていうのを逆の筋肉を鍛えることによって相殺していくことになるんですね。ここがようやく筋トレ、鍛える、でもここまでの手順を知らなきゃ何やってんのか意味わかんないですけどね。はい、ということでボイストレーナーはここまでを知った上で皆さんにお伝えして伸ばしてもらったりとか、アッカンペイしてもらったりとか、いろいろやってますということで、これを知っているかどうかっていうのは大事です。そして最後、ここが一番最後のポイントですね。この伸ばす、広げる、アッカンペイもそうなんですけど、側頭筋をこれからやっていく伸ばすっていう筋トレも、伸ばす筋肉が力んじゃうんですよ。縮む方は勝手にやってたのをまず相殺しました、伸ばしました。じゃあ最後の仕上げ、抜いちゃってください、はい、要するに高い声を出しても縮む方が反応しないから、もう伸ばす必要もなくなってくるっていうところですね。最後は抜く、はい、ようやく到達しました。最後は抜く。だからアッカンベーで鍛えてるのも同じことです。舌根が勝手に引っ込んじゃう。じゃあまずは伸ばす筋肉鍛えて、勝手に引っ込まない、相殺させる筋肉トレをして、で最後抜いといてください。もうどっちも使わない、伸ばしながら歌うことはないですよね。ということで今回やっていく側頭筋もこの流れ、筋トレが大切になります。さあ、じゃあまたまずは側頭筋についてしっかりと認識をしましょう。はい、この位置ですね、ということなんで、ちょっと私の頭でも見ましょう。ここのこの辺ですね、耳の上、向こうで、ここら辺一体結構広い筋肉ですよ。じゃあ皆さんもちょっとここ触ってください。頭の横、側頭ですね、手の、まあ、この辺りでこうやって押すように触ってもらうといいと思います。じゃあさっき言ってた縮めるように使うっていうのはどういうことか。噛みましょう、うんうんうん、っていう時にこの辺がちょっとボコッと盛り上がるところありますか。はい、うん、噛む、うん、硬くなるところですね。そこ、側頭筋ですね。で、何をしている筋肉か、前回も言いましたけれども、ここを縮めることによって下顎を動かしている筋肉です。はい、ちなみにここにも後筋という噛むための筋肉があるので、ここ一体ここまでつながってくるっていう感じですね。で、これどこの力をやっぱ抜いていった方がいいかっていう鍵、側頭筋、ここを意識して抜いていったら、ここはほとんど反応しなくなってきます。なのでかなりこいつが声帯周りの筋肉にまで影響を及ぼしていたと考えられます。はい、ということで皆さんもね、力んでしまうとき、こうなっている、こうなっているって何度も言いましたけれども、見ていただけましたか、自分の歌っている高音域の時の顔ですね。ただまあ合唱の人とかゴスペルの人はここを引き上げていくっていうのはよくやりますよっていうのを以前にも紹介していきましたけども、鼻の奥を広げるためにはここを引き上げていくっていうのが大事で、ここも一緒に引き上げていくっていうのが、まあ、今回ポイントになりますが、ここの筋肉の反応もここを抜いといたらほとんど反応しなくなってきます。要するに側頭筋さえ抜けていれば、顎の下までの力も抜けやすいし、声帯への力みとなる介入も減ってきます。そしてこっち側です、ここが降りてくるっていうこともなくなってきます。なので歌にとってはかなり重要なポイントなんですけど、じゃあなんでこれが終盤になってくるかっていうとですね、ベロとかココイラあたりの筋肉が
本当に勝手に反応しないっていうレベルになってこないと、これはここを意識しただけでは抜けないです。はい、なのでここまでボイトレクエストでも紹介してきたあっかんべーとかね、目の上とかね、鼻腔とかね、この辺りの筋トレがあって最後の仕上げ側頭筋を意識して、それが全部を抜けたような表情、はい、このミーシャさん。ということでミーシャさんね、高音域をかなり激しい声ですね、前回の僕が紹介した動画の感情的な声を使う時にも全く反応しないんですよ。あえて泣いてる顔っていう風にはしていきますけれども、それは声に影響が及んでいない、全部声帯周りだけで、声帯だけで声の表情を出していっている。まあすごいですね。ただまずはトレーニングとしてのっぺらぼうになるかもしれないですよ最初。でもここを抜いていくってことが重要になります。はい、じゃあちょっともう一回触りましょう。ここね、噛んでまず確認、うんうん、はい、硬くなるところ、だから噛んで確認したとき、ここまで、うんうんうん、はい、ここですね、ここの辺一体のラインで顎をグッ閉じていってます。じゃあここちょっとマッサージしときましょう。やっぱ柔らかくしとくっていうのは重要だと思います。はい、でポイント、ここをこういう感じでちょっと引き上げてください。こういう感じで引き上げる。で、このまま声を出す。ファ、ファ、ファ、ファ。はい。ここを触って引き上げたまま声出してください。ファ、ファ、ファ。で、絶対に落ちてないっていうことが重要なので、鏡があったら鏡で確認していってください。まあ、携帯のね、カメラのインカメラでもいいと思いますね。自分のここが落ちてきてない、はい、ここが落ちてきた時、今触っているここがキュッて縮むのが分かると思いますので、ああこれが力んでるのか認識してください。引き上げた状態のまま声を出す、歌うポイントですね。はい、ということで今日はちょっとね、この辺りの認識を強めるっていうところがポイントなので、皆さんここに確かめてみてください。歌っている時どうなっているかな、声を出している時どうなっているのかな。 OK、はい、ということで、まあ、ちょっとね実際に触って側頭筋を感じてもらいました。なのでね、マッサージなんかもいいと思いますし、あと実際にここを意識して歌う。でもう一個ね、僕は本当に歌の時に大切なのは、皆さん普段から喋りますよね。そりゃそうですが、喋ってる最中も意識をしてみてください。だから僕は舌なんかもそうですし、声色っていうのも喋りながらずっと意識してきました。一個覚えた後、あ、ウィスパーボイス、こうやって息を流すのか、じゃあ喋りながらこれやろう。はい、コンビニの店員やってた時も、いらっしゃいませとウィスパーで喋ったり、昔はねパチンコ屋さんでね、あ、スロット屋さんか、スロット屋さんではね、あのバイトしてました。あのボイトレ通ってた時ね、あのね時給良かったしね、その当時ね。まあでもね、ちょっと煙かったんでね、おすすめはしないんですけども、いらっしゃいませ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 、さあ本日も皆様とご来店いただきまして誠にありがとうございます。さあ本日はですね、スペシャルイベントということでね、マイクが青いとかね、その当時やってましたね。喉にいいのか悪いのか、悪かったです。もう喋りまくりみたいなね、張りまくりでもね、そういったところでもね、ウィスパーボイスとか試してましたね。これ良かったのかな。はい、ということで気にしてください。側頭筋、喋るときどういう時に力んでしまうか、結構ねテンション上がって喋り続けている時とか、なんかね今も僕ニコニコしながら喋ってましたけど、ニコニコしながら喋ってる時ね、力んでます。はい、なので頬を上げるのはいいんだけど、ここはちょっと伸ばしとくっていうのを感じたりとか、力んだ後に抜く抜く抜く意識、普段からしてみてください。でもう一個ね、これ間違いないです。気を使う相手と喋っている時は結構力んでます、側頭筋ね。なのでそういった時も、あ、抜いたまま喋ろうとしてってみてください。どんな相手と喋る時も側頭筋を抜いたまま喋る。これね、緊張するっていうことなんですよ。そこが縮んでいるっていうことがね。なので結構ね、無表情とまでは言いませんけれども、まあ、こういった感じの表情で喋っている状態になってくると思いますんで、ぜひね、歌う以前に喋るとき、普段生活をしているとき、喋ってなくてもね、側頭筋の力を抜き続けて生きる。これはね、歌うときに抜く、緊張したときに抜く。だからプロの方々がなんで緊張しないのか、そういった緊張したときに反応する筋肉の力の抜き方を知っているから。はい、これ重要ですね。ということで皆さん、普段の生活から側頭筋意識してください。ここね、ここまで到達していけたら本当に声楽になってきます。
喉開いてきます、ね、側頭筋が鍵です。はい、ということでボイトレクエスト今日もありがとうございました。ということで皆さんも普段の生活、普段のボイトレライフからこれを取り入れてみてください。チャンネル登録、そして高評価の方もぜひよろしくお願いします。次回、ね、ここがっつり意識したトレーニング動画上げていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。じゃあ今日ここまでにしましょう。ありがとうございました。抜く。東京都杉並区浜田山のオトニーミュージックでは随時レッスン生を募集しております。こちらの方をご確認ください。なお、ストリートアカデミーというサイトの方でも基礎講座を開講しております。ご興味ある方はぜひお申し込みください。